国道を行く番外編祝博士峠バイパス開通記念。国道401号は福島県会津若松市から群馬県沼田市に至る一般国道です。今回は2023年9月10日日曜日の15時に待望の開通を果たした博士峠バイパスを走行します。それでは行ってまいります。ちょっとだけタイムスリップしまして、時は2023年令和5年4月下旬、福島県大沼郡会津美里町にて建設中の博士峠バイパスを軽く見学してきました。この日は日曜日でしたので、ご覧のように工事はしておらず、見学するにはちょうど良かったかもですね。軽く前情報で知ったことですが、福島県管轄の中で最長となるトンネルが建設されるということと、国道とまではいかないものの面白い峠道があるということで、個人的にかなり気になっていた場所でもありましたが、なかなか訪れる機会がなかったもので、なんとかギリギリ開通までに間に合わせることができて良かったです。宮川にかかる旧道の小さな橋梁博士沢橋と、目の前に見える新しい橋梁新博士沢橋を見比べてみると、歴史と時代の進歩を実感できますね。そしてすでに完成されている松坂2号アースシェッドがあります。ちなみにアースシェッドとは、土砂の崩落や土石流の対策に特化したもので、スノーシェッドは雪の対策、ロックシェッドは岩石の崩落対策に特化したものらしく、見た目はどれも同じように見えますが、実はそれぞれの設計、構造や使用される緩衝材の違いなどいろいろとあるようですが、私には違いがよくわかりません。アースシェッドの先にはもう一つの新しい橋梁天沼沢橋が見えますが、どちらの橋梁もすでに完成されており、残すは道路の舗装工事くらいでしょうか。もう少し早い段階で訪れることができれば、途中の建設状況などを見ることができたのかなと思うと、少し残念な気持ちになったのはここだけのお話です。工事の案内看板を見てみると、期間は2023年令和5年9月29日までとなっていますね。当時はまだ博士峠バイパス博士峠工区の開通日が決まっていなかった頃でしたので、本当に年内に開通できるのかなと思いました。しかしながら Google ストリートビューで2014年平成26年6月撮影での景色と見比べてみると、大きく景観が変化していることがわかりますね。そしてこの博士峠バイパスの醍醐味とも思われる博士トンネル括弧仮の校門は何かで塞がれていましたので、舗装や照明などの設置状況などは確認できませんでした。これは余談ですが、おそらく働き方改革によって工事も土日休みのところが多くなってきたような感じがしますので、こうして休みの日を利用してじっくりと見学できるようになってよかったなと思いました。それではバイパス開通前の旧道博士峠を走行します。まだバイパスの一部は工事中であり、唯一国道時代の名残がありますね。
私の編集作業が大幅に滞ってしまい、早い段階で弓道の走行動画を公開できませんでしたので、今回のバイパス開通記念に合わせましたが、開通時の動画をご覧になりたい方は15分ほどスキップしていただけたらと思います。現在走行しております国道401号の弓道博士峠ですが、博士沢橋の付近から峠を越えて大沼郡昭和村、小野川猫沢地内までの区間は片道約 10km もあり、積雪の多い12月から翌年4月までの間は路面凍結や降雪の恐れから冬季通行止めとなり、交通の利便性はあまり良くはありませんでした。博士峠の標高は約 1,070m を超え、道路の道幅はほどほどではありますが、くねくねとしたつづら折りのある道筋が延々と続きますので、よほどのマニアでなければ峠越えはかなりきついものがあるのではないでしょうか。白い道路区画線が消えておりますので、パッと見はわからないかもしれませんが、ところどころ道幅が狭くなる箇所はあるものの、約2車線幅は確保されているような感じはしますね。よく国道と呼ばれる類になるものと思われますが、私にとっては普通にツーリングを楽しめる面白い峠道かなと。おそらく国道401号の国道具合で言えば、昭和村大足地内から新鳥居峠の区間の方が上なのではないかと私は思います。冬季通行止めが解除されたのは4月中旬頃だったと思いますので、やはりまだ若干ながら雪は残っていましたね。
何やら石碑のようなものを見つけました。そして石碑があったところからすぐ先にある藍住里町から昭和村に入る博士峠を越えていきます。そういえば先ほどの石碑ですが、博士山校舎造林記念碑、福島県知事松平勲所と刻まれていたようです。私はてっきり博士峠の道路改修記念碑だとばかり思っていましたが、どうやら違かったようですね。昭和村側の旧道は藍住里町側とは違い、緩やかなカーブを描く道筋が続くような感じで、こちらも同様に道幅はギリギリ2車線幅を確保してあるようにも見え、そこまで悪路ではない普通の山道といった私なりの感想です。沿いには水芭蕉と白樺の森と呼ばれる幻想的な雰囲気の中、野鳥のさえずりに耳を傾けながら散策が楽しめるちょっとした観光スポットがありますね。ということで、福島県大沼郡昭和村にて建設中の博士峠バイパスもじっくりと見学していきましょう。こちらはすでに工事を終えているのか、バリケードは設置されているものの、いつでも開通できる状態になっていましたね。本当は間近でじっくりトンネルを見学したかったですが、これではさすがに無理ですね。光学ズームが可能なハンディカムを持ち合わせていなかったのは完全に失敗でした。いや、ほとんど車が通らない地域なのでとても静かですね。博士トンネル括弧仮の校門は開いている状態でしたので、遠くから内部を確認してみると、すでに照明や舗装は完了しているようでした。とりあえずここからトンネルをミラーレス一眼で撮影してみましたが、
私は望遠レンズを持っていませんので、これ以上大きく撮影するのは無理でした。大変お待たせしました。時は2023年令和5年9月10日、現在の時刻は13時半ごろ。博士峠バイパスおよび博士トンネルの開通時刻は15時からですが、仕事明けから直行で現地へ向かいましたので、開通までになんとか間に合わせることができましたね。ちなみに博士峠バイパスとは、会津美里町側から上平橋、三の沢橋、観音橋、松坂1号アースシェット、新博士沢橋、松坂2号アースシェット、天沼沢橋、博士トンネル、九九龍沢橋と6橋の橋梁、2基のアースシェット、1本のトンネルからなる延長約 7.5km の道路改良事業で、上平橋から松坂1号アースシェットまでの区間は2021年令和3年頃にはすでに開通していましたね。そして以前は工事中だった区間もきれいに舗装され、しれっと旧道は途中まで残されていました。さて、まだまだ開通までの時間はありますが、すでに何台かの車が並び開通を待ちわびておりました。ということで、私も開通までゆっくりと待つことにしましょう。開通まで約50分前、ここでようやく博士トンネル付近まで移動することになりました。博士峠バイパス全体の約6割はほとんどトンネルで占めているというとても興味深い事業内容でもありましたので、私は地元民ではありませんが、開通が非常に楽しみでもありましたね。そして15時になりましたので、バイパスの初走行開始です。同じ福島県管轄の中、今まで最長だったあの国道289号の貸しトンネルをも超える博士トンネルはどのようなものか、この身でしっかりと体感したいと思います。かなり長いトンネルなので、ここから速度アップします。博士トンネルの竣工は2022年令和4年7月、延長は 4503m、 幅員は車道 6.0m、 高さは 4.7m。 博士トンネルを含む博士峠バイパスは2014年平成26年度に事業が採択され、2017年平成29年に工事を着手、トンネルの掘削は2018年平成30年11月に開始。このトンネルの大きな特徴として、大幅な工期短縮を図るため、福島県施工では初めてとなる会津美里町と昭和村との両側から同時に掘削を進め、2021年令和3年7月に貫通しました。私の動画を最初からご覧いただければわかると思いますが、旧道はくねくねとした急勾配の多い峠道でもあり、冬季は通行止めにもなっていましたので、昭和村から会津若松市の病院まで冬の間は峠を迂回するため約1時間半ほどかかっていましたが、トンネルの開通により移動時間が約40分にまで短縮されたとのことです。このことから博士トンネルは命のトンネルとして期待されております。ここだけのお話ですが、私は会津美里町へ向かう途中、国道289号の貸しトンネルを走行してきた後でしたので、長さには慣れていたと思っていたんですが、こうして実際に走行してみると、やはり長いものは長いですね。と、カーブに差し掛かりましたので、そろそろトンネルの出口が見えてくる頃かなと思います。
ということで、開通したての博士峠バイパスを走行してきましたが、いかがだったでしょうか。今回は珍しく、トンネル入り口と出口の付近は等倍速でお送りしましたが、実際もご覧のようにゆっくりと見えない景色と雰囲気を楽しむことができました。ちなみにこの後、3回ほどトンネルを往復したのはここだけのお話とさせていただきますね。そんなわけで、今回の動画はここで終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。それでは。